にちは、みこみなみです。本日はホーチミン3区にあるちょっとなんか地中海のような雰囲気を漂わせている最近ベトナム人のにもの中でもですね話題の映えスポットとなっているオーパルムカフェというところにやってきました。というわけで早速中に入ってみましょう。私も今日はリゾート風。これギリシャから持ってきたんですよ。ギリシャから持ってきたんです。いっぱいちょっと発掘して、なんかもうすごい。左から2番目の壺は私のおばあちゃんが作った壺です。この外の日が眩しい中、ここから見ると本当に。ハワイにでもいるんじゃないかなっていうような気持ちになってくる。あ、素敵ですね。素敵ですね。では中に入ります。すごい見てこのアーチがある感じ。すごい素敵なんだ。大きい本棚もいっぱいあって、なんかヴィンテージな感じのものがすごいたくさんあります。さあ、何がいいかい？ラテもいっぱいあるから。あ、ね、ターメリックラテとかあるの。黄色いのかい。このケーキも頼んじゃいました。見て、ここに人参マークも書いてある。これは絶対キャロットケーキのやつ。すごい、かわいいね。そして、クリスマス仕様。なんかサンタさんもおしゃれだよ。赤くないもん、サンタさんが。Do you have a... コーナーもある。見て、なんか主にね、メンズが多いんだけど、このメンズシャツがめっちゃ可愛いんですよ。なんかこれとか私結構好きな感じ。可愛いよね。大きいですね。そうなの、多分だからメンズシャツだと思うんだよ。しかもサイズが L とかかな、うん、でこれが75万ドンなのでだいたい3750円4000円しないくらい。結構可愛いね、ものがいっぱい。そうなの、とってもおしゃれなんですよ。これとかもなんかちょっと洋画のような感じ。しかも生地も結構しっかりしてるっていう。ここのね、なんかオリジナルなのか、あとなんかクッションとかなんかいろいろ。あ、なんかもう待って待って、でもなんかすごいいろんなもの落としたの。すごい可愛いんですよ。ここにね、クッションか。可愛い。あ、ここに飾ってあるこれも可愛い。このロングリ、可愛い。そうだから一瞬ストロベリーのように見えるけど、これはビーツのピンク、すごい可愛いですよ。ラテ感なさそう、甘いのかな。そして
レジの横に置いてあったおしゃれなもの。いただきます。はい、昔からあるいちごが1ミリも入ってないいちごミルク牛乳パックのそういういちごミルクあるじゃん、あれの味がする。ということはいちごミルクの正体はビーツだったのかもしれない。あ、でもなんかほんのり豆っぽいような感じもするけど、気のせいかも。違うよね、なんかあのビーツってあの大根みたいな、赤い大根みたいなやつ、ね。でもなんかあれを感じる味はしないです。あれを感じる味って、あれ自体にあんまり味強い味ないんですけど、これは牛乳パックのいちごミルクの味はい、上に乗ってるのはこれは、あ、メレンゲかな。いただきます。上のこのクリーム、生クリームが焦がしてあるやつみたい、すっごい美味しい、濃厚で、結構もっとチョコレート味とかももうちょっとモサモサしたものとかが結構ベトナムのローカルだと多いかなってイメージなんですけど、結構これはギュッとこのブラウニーの部分がネジが詰まってる感じがして、濃くってこってりしててとっても美味しいです。重い方がね、やっぱガトーショコラ的なやつは美味しいですね。唯一食べ終わってる唯一私が大きなミスを犯したとすれば、飲み物を甘くしてしまうあのやっぱね、アメリカの頼めばよかった甘いか、あんまなんかこってり甘いかける甘いなので、ちょっと仲たがいをしてます。でも美味しいです、どっちも美味しい、それぞれ美味しい。なのでただもしここを利用する皆様におすすめしたいのは、ここケーキもすごい美味しいので、あのケーキに合わせる飲み物はなるべくシンプルで苦味のあるものを選びましょう以上です。以上まるでアフロディテのようになんかね、すごいサボテンも、これ私木からサボテン生えてるのかと思ったら、サボテン本体からちっちゃいサボテンがどんどん生えてるっていう、すごいですね。あの結構湿気は多い国ですが、サボテンもちゃんと育つんですね。というわけで、このまあお庭のねスペースとかもすごい素敵で、また店内もちょっとだいぶ違った感じでですね、この地中海の雰囲気を味わえるリゾートのようなカフェがホーチミン3区、いや中心地からもそんなにね遠くない場所にありますので、一
気になる方はぜひぜひこちら来てみてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。三上奈美でした。またね。